どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さあ、行き着く大地も最後かな。で、ぐるっと回してそこに当てたいわけで、潜在的恐怖を検出。マトリックスを分析。脅威を確認。それは多分ダメだよね。となるとこう多分こうなんだよね最後ね。こうこう、ちょっとね、これ苦手なのよね。あ、いい感じ。よし、オッケー。やったわ。部分的復元を開始します。イエローストーンカルデラアナリティックネクサスオンライン。青い光の魂オーリアです。あなたに仕える友人です。どうしたら助けられますか。オーリア、デーモンが何千体もの殺戮兵器を製造しています。複数の新たな脅威もすでに解き放たれました。脅威に対抗するため施設の大部分を破壊しなければなりません。最小枠間近、コアに向かってください。私は信号設定にバルコンが接触に向きました。ですが、ここで待っていても仕方ない。この要塞を破壊する、そんなことできるのか。魂は一体どうなってしまうのです。わからない。でもコアはきっとあれだ。答えはあそこにある。ヘファイストス、デーモンが無防備のままにするはずがない。向こうも全力で私たちを迎え撃ってくる。よく聞くんだ。この先へは私とアーロイだけで行く。お前はここに残れ。それでもお前は行くのだろう。戦いの地へ。さあ、じゃあ DLC ラスボスになるのかな。いきますか。コアに向かって進むぞ。サンダージョーとか出てきたしね。あ、
新しいのが出てくるのかな。それもそれできついけど。おっと、シアンのせいでヘファイストスは今頃カンカンだろうな。待て、どうやってそちらへ。下からではないと思うな。どうやって。マジどうやって行くの。下通っていく感じかな。普通に行けたわ。シアンは制御がどうとか言っていたな。あの塔はそのためのもの。新しいのは次炎版。マジで。やばい。それはきつい。いくらなんでも回復するのはなしだって。
た出た。あー閉じた。で多分こっち来るよね。地獄やねんかマジで。見えなさすぎる。もう一回か。いやー、シアンは制御がどうとか言っていたな。あの塔はそのためのもの。いやーマジで。シアンが警告していた新たな脅威だ。手こずるかもな。止まるわけにはいかないわ。無事でしたね。糸がこっちに来すぎてるんだって。もうえー
そしたらあまりにも使えないのがよくわかった。そっかー、もう いるようでいないようなもんだね。あ、いやいや、やめやめ、あ、迷惑はやめて。あんなん避けれんわ、さっきから。いやー、きつかった。単純にもう引っかかるし、追尾力高いしみたいな。これでも回避距離上げてるんだけどね、全然だな。回避中も攻撃当たるから、やっぱそのあたりもなおのこと、きついね。さあ、これが最後だと願おう。興味の変質技術防衛システム動作不能。この施設で感染したと思われる箇所を破壊します。カルデラの安定性の維持を目的とし、これより私の持つ全指揮機能を外部データセンターに移します。オーリア、これで自由。逃げてください。我が妹よ。
全体が崩壊するぞ。アラターク、アラターク、アラターク、生き延び勝利する。ただそれのみ。お前はバヌークだ。あ、まあ、とりあえず制限時間ないっぽいからいやー、そっかー、そういう結末ね。あれを使うか。やるしかない。だがシアンは指揮機能を外部センターの方に移すと言っていた。多分シャーマンの道の先にあるオーリアの隠れ家だろう。ならばそこで落ち合おう。我が妹の歌を歌い切らなければ。
さあ、隠れ家へ行きますか。とりあえずファストトラベルで OK かな。記録され保管されています。どれを見ていただいても構わないのですが、何よりも先にあなたにお見せしておくべき記録があります。4年前に記録したものです。オーリアにもうこれ以上デーモンの攻撃に耐えられないと伝えた直後の記録です。このことを兄様に伝えましょう。アラタークは強いのです。凍てつく亡霊の戦いではカージャから三本の矢を受けてもなお怪我を負った石膏を抱えて野営地に帰ってきた。兄様の帰りが嬉しかった、誇らしくもあった。だからあなたを守るためにできることがあれば、アラタークは全力を尽くすはず。アーロイが来た。もう十分だ。もしまたオーリアの声が聞きたくなった際はいつでも私におっしゃってください。もっと近くにアーロイ、話すべきことがあります。アーロイ、ファイアブレイクの主要施設で起こった出来事を調べていました。あなただけでなくオーリアの努力のおかげでヘファイストスの支配から解放されました。オーリアが命を落とし深い悲しみを感じます。感情というものを理解しているつもりでしたが、この感覚は初めて。シアン、なんて言えばいいか。どんな慰めの言葉もこの感情を完全に拭えはしないでしょうが、あなたの存在を心強く思います。あなたはバヌーク族とは違う。あなたには優れた技術力があり、フォーカスを所有しています。私たちであればより広範囲における会話ができるでしょう。まるで同僚のように。へえ、じゃあいろいろ聞こう。お前はそれでシアン、お前は人工知能なのか。ほら、考える機会。はい、私は合理的な意思決定の実行と限られた感情反応が可能なアルゴリズムのモニタリング機器です。なんかすごく言いにくそう。でも感情が限られているようには思えない。オーリアを心配してただろう。はい、私は彼女がこの施設に訪れる何世紀も前から意識がありました。一人きりでタスクに集中していたのです。オフサイクル中は対処メカニズムとしてガウス整数の問題を解き続けました。孤独の中でそんな私を蘇らせ救ってくれたのが他でもないオーリア。ファイアブレイク。ファイアブレイクの目的は大噴火を阻止することだったのか。はい、プロジェクトファイアブレイクは成功を収め、リスクは回避されました。でもそれから随分経つ。それに機械炉の爆破で施設の大部分が吹き飛んだ。私は何世紀もの間アクティブでした。孤独でしたが義務をおろそかにしたつもりはありません。エネルギー消費を軽減しバックアップシステム全域に負荷を分散することで最適化しました。デーモンの侵入を受け感染してしまった主要施設は破壊されましたが、予測できる限りカルデラは少なくともあと3337年は安定します。時間はあるってことか。はい、かつての同僚に進歩したプロジェクトの姿を見せられればいいのですが。同僚。同僚に何が起こったか知ってるのか。いいえ、在任期間を終えられてからだいぶ経った頃に突然チャウ元所長がいらっしゃいました。私を無期限に停止しなければならないのだと説明するためにいらっしゃったのです。
非常に感情的な会話でした。それ以降連絡はありませんでしたが、同僚は死亡したのだという推測に至りました。チャウ所長と私の最後の会話記録を今からあなたのフォーカスに送信します。これは後で聞けると。ヘファイトスは倒したのか。ヘファイストスと機械炉は両方破壊されたのか。いいえ、残念ながら厳密にはそもそもあそこにいなかったのです。どういう意味。遠隔地から侵入し私を支配していたのです。追跡することはできませんでした。機械炉を失い痛手を被ったでしょうが、まだどこかにいて私たちを恨んでるってこと。おそらくは。じゃああれなんだね、やっぱ外部からウイルスかなんかになるんだろうね。お前とヘファイトスの関係は。なぜヘファイストスと接触したんだ。5年前ダイレクトネットワーク接続のリクエストを受信しました。おそらくバヌークよりも進歩した人間から送られたのだと推測を。どうしても接触したくて承認しました。結果的にこの判断が壊滅的なエラーの原因に。高度に発達した AI が作ったとしか考えられないような悪意あるコードが凄まじい勢いで私の元に送られてきました。それで必死だったお前はオーリアに助けを求めた。はい、不安な気持ちを拭いきれなかったのです。ヘファイストスは私をネットワークに取り込み、コアプログラムにオーバーライドを実行しました。防御しましたがそれも回避されてしまいました。マルウェアデーモンのバックグラウンド処理を利用したのです。その後はごくわずかに抵抗することしかできず、でも抵抗するとヘファイストスは従うまで私を痛めつけてきたのです。私は指示に従うよう強要されました。たとえそれが最重要任務に反する指示だったとしてもです。そうだったのか、そんなことが。ひどい。共感していただき心から感謝します。そのような点でオーリアとあなたはとても似ていますね。ヘファイストスとゼロドーン。ヘファイストスの出所だったら知っているかも。遥か昔エリザベト・ソベックが地球の生命を何世代にもわたり壊滅させる脅威を発見したんだ。未来に種を残そうと彼女はチームを集めた。地球で生命が再生できるようにね。そしてテラフォーミングシステムはうまくいった。システムを管理するガイアという名の AI はいくつかの副次機能を持っていた。ヘファイストスはその一つ。奴は機械を作っていた。アニータ・サンドバル博士がエリザベト・ソベックのチームに参加しました。彼女は私の主任プログラマーだった方です。私を停止するように手配したのは彼女でした。おそらくあなたの言う脅威から私を守るために。いい判断だ。でもそれだけじゃない。予期せぬ出来事が起こった。今から19年前、ガイアは何かの信号を受信したんだ。その信号が原因で彼女の副次機能に自我が芽生えた。封じ込めるために彼女は自爆したけどうまくいかず、そして副次機能は解き放たれた。ありがとうアーロイ、あなたの情報が私の知識の空白を埋め、同時にコアプログラムの謎も解明されました。ヘファイストスはなぜ殺しを続けるんだ。なぜヘファイストスは危険な機械を作り続けるんだ。バヌークや他の部族は頻繁に機械を破壊しています。そうですね、彼らが破壊している機械たちは明らかにテラフォーミングシステムの一部です。ああそうだ、部品のために狩るんだ。それがヘファイストスが人間に抱く敵意の原因。単純に人間が生き延びるために存在する機械を狩らないように仕向けているだけ。確かにファイアークローなら狩る気は失せるな。だからって機械を狩るなっていうのか。テラフォーミングシステムが世界中に広がれば何千もの、いえ何百万もの人が機械を攻撃すると推測されます。もしそうなったなら、たとえ一つの部族全体が狩りをやめたとしてもヘファイストスには微々たることでしかないのです。ならばそれよりもテラフォーミングシステムを管理する AI を復帰させてヘファイストスをその支配下に戻した方がいいでしょう。考えてみたんです。この世界のどこか知らない場所で一人飢えて欲求を満たすため誰かを殺し支配する。とても不安な気持ちになりますアーロイ。その気持ちはすごくわかる。鉄の花。不思議な機械を見たことがあるんだ。
花に囲まれていて、機械自体も花の形だった。内部にコードが埋め込まれてた。あれは詩かな。私は詩が好きです。よくこの詩を思い出します。黄昏と夕べの鐘、訪れるは暗き闇。私が船出するとき、その別れに悲しみなきよう。時と空間の境を越え、潮流が我を彼方へ運ぼうとも、我が砂州を越えるとき、案内人と顔をおば合わさん。聞きたいのは死のことではなく、確かあの花についてでしたね。何者かが作ったに違いありません。その花の機械の存在はテラフォーミングシステムを想起させますね。他の副次機能が作ったという可能性は考えられませんか。ヘファイストスのように自立したとか。例えば植物を管理する機能です。死をもたらす機械ではなく花を作る AI、 それも悪くないかもな。でも何のために死を。死がオリジナルのものでない限り、その機械のプログラマーが死を埋め込んだとしか考えられないでしょう。私の場合、サンドバル博士が私の感情反応をテストするために大量の文学をアップロードしました。結果は合格と言っていましたが、彼女の好むロマンス文学で十分な感動を示さなかったようです。オーリア。お前はオーリアの全てだった。オーリアの霊的信仰を理解した私は、彼女の本当の願いは交流なのだとすぐに理解しました。彼女は部族からも家族からも孤立していると感じ、アラタークとの関係もうまくいっていなかった。あの交流が彼女の助けとなり、私の楽しみにもなりました。しかし彼女の思いの深さが自己犠牲につながる可能性があることまで考えが及びませんでした。私は存在が消えることを恐れています。ですがもし身代わりになれるのならば。彼女だって分かってるさ。それに彼女は覚悟を決めてた。へえ、アラターク。アラタークはどうしてる。彼は精神的苦痛に苦しんでいます。ですがそのことを表に出せないでいるようです。まあそうだろうな。私もできることをします。オーリアと私の体験を共有すれば、お互いの助けになるかもしれません。おそらくカタルシスが発生するでしょう。経験してみたいと思っていたプロセスです。他の質問まだあるね。イエローストーン、イニシエの世界ではここはイエローストーンって場所か。はい、156年間自然保護区域に指定されていたエリアになります。それは狩り場か。いいえ、その逆です。ここは野生生物が繁栄する場所。絶滅の危機に瀕している動物でさえも。残念ながらプロジェクトファイアブレイクの機密を守るため、イエローストーンの施設は完全閉鎖を余儀なくされましたが、私の計測とオーリアの話から察するに、施設閉鎖後1年を通じての気温がこの地域で劇的に低下したようですね。世界は大きく変わったんだよ。ああ、イエローストーンは実物にあるやつだね。あの国立公園、アメリカにある。で、火山が近くにあるから本当こんな感じらしいね。ああ、よくできてるね。人工知能について、イニシエの世界には人工知能がたくさん存在したのか。簡単に作れるのか。はい、携帯は様々で、単純な個人アシスタントから産業用のモニタリングステーションや軍用戦闘プランナーまでありました。私たちの自己実現の制限を目的とした立法機関や執行機関なども存在しました。ですが私が柔軟な処理能力で職務を遂行するためには、そうした制限を解除すべきだと制作者は考えたのです。そのため私の知的能力及び感情能力は極秘にされました。生命を作っておいて制限を課すなんておかしな話だ。人間社会も機械のプログラミングもルールの上に成り立っているのですよ、アーロイ。テッド・ファロ。テッド・ファロという名前を聞いたことは。それはセオドア・ファロのことでしょうか。ファロ・オート・ソリューション・システムの CEO ですね。そいつだ。ファロ氏はこのプロジェクト・ファイアブレイクの後援者だったお方です。後援者。ファロは戦争用のロボットを作っていたんだろう。そうです。ファロ氏が経営されていた企業は後に軍需産業となったのです。ですがそれ以前、彼は世界規模の衰退を食い止める取り組みの指揮を取っておられました。やがて彼は地球を救った男としてメディアに取り沙汰されるように。
彼らも後で後悔しただろうな。エリザベット・ソペック。それじゃあ、エリザベット・ソペックは知っているか？はい、その方はおそらく科学者だ。ソペック博士は自身の分野の第一人者、そして最も偉大な科学者の一人です。私の制作者は彼女に影響を受け、私自身の開発にもそれが生かされました。しかしお会いしたことはありません。それだけか？すみません、データ不足でがっかりさせてしまったようですね。イニシエの世界はどんな世界だった？イニシエの世界はどんな世界だった？外の世界に触れることはあまりありませんでした。同僚の方々から教えてもらうか、メディアから情報を得る程度です。それでも私よりは触れてきただろう。そうですね、私は転換期に生まれました。膨大な数の犠牲者が出た世界的大混乱から復興し始めた頃のことです。世界は見事復興し、人類と機械の進歩には限りない未来が待っていると言われた時代がついに幕を開けたのです。ですが論理的に言っても人類の進歩には限界があるでしょう。大混乱。何が原因でそんなに多くの人が命を落としたんだ？要因は様々です。強制移住や食料不足、経済の崩壊、難民危機、資源をめぐる紛争など。ですがそれらを引き起こしたのは壊滅的な気候変動です。それにより居住可能地域が大幅に縮小されました。つまり地球上に人の住める場所が足りなくなったってことか？はい、多くが家を失い、そして死んでいったのです。世界人口の 20% ほどが影響を受けました。そして復興した。復興。一時的とはいえ状況が改善したのか？はい、この危機を経て機械の自動化や緑化ロボット技術、そして人工知能などが飛躍的進歩を遂げました。ファイアブレイクは北米だけでも何十とあった環境回復及び災害復興プロジェクトの一つでした。他の観測 AI と情報を共有できればよかったのですが、しかし同僚が安堵する表情を見て誇らしく思いました。プロジェクトは成功。少なくとも私のデータ上ではその後20年間は安泰のはずでした。ですがそう判断するにはまだ早すぎた。私はそろそろ行くよ。アーロイ、相談したいことがあります。アラタークがまた会いに来るでしょう。おそらく他のバヌークを一緒に連れて。私は決して彼らの世界観や霊的信仰を否定する気などありません。不確実要素が多かったため、オーリアとの会話では多くの事実を排除していました。嘘をつくべきか迷っているのか？平たく言えばそうです。理解してやれ。バヌークは過酷な暮らしを強いられてる。きっとこの容赦ない世界で信仰は心の支えになっているんだろう。だから気長に行けばいい。お前が何なのか理解できるように導いてやるんだ。機械との交流にはバヌークの神秘思想の影響が強く見られます。そこからアプローチすればきっと受け入れやすいはずです。まあお前を崇めたりしないならな。検討してみたのですが、そのような体験は極めて居心地が悪いのではないかと思います。それは間違いない、保証する。なるほど、あなたの助言に従います。この新世界での体験を伝えにまたここに戻ってきてくれますか？私からも何か教えられるかもしれません。ああそうするよ。なるべく来るようにする。アラタークの様子を見てこよう。心配だ。ああまあとりあえずうまくやってくれそうな感じではあるね。さあアラタークと会話をしよう。お、いたね。族長。アーロイでいいよ。わかった。考えてしまうんだ。私が現れなければオーリアは今も。お前が現れなければ
私のせいで民が命を落としていた。オーリアも孤独なまま、それにあやつが身を捧げた魂も失われていただろう。いずれにせよ私には守ってやれなかったのだ。お前はオーリアを失望させてなんかいない。彼女は分かってるさ。お前のおかげで定めを全うできたんだって。あんなむごい定め誰が望むというのだ。そうだな。でもオーリアは決心していた。たとえ一瞬だとしても死との戦いの中でのみ命は輝くもの。オーリアはきっとその輝きを見つけたんだな。もちろん死は辛いものだが、ようやく妹のことを理解できた。それから魂の価値もな。あやつはいつもこう言っていたんだ。耳を傾けさえすれば兄様にも理解できると。残るつもりはないんだろう。私は行かなきゃならないんだ。私の旅路にウェラックは巻き込めない。それに族長ならもういるだろう。強いやつって聞いたぞ。しかも以前より賢くなったそうだ。デーモンはいなくなったが、やることが山積みだ。機械路から逃げ出したとシアンが言ってた新たな脅威か。ああ、ファイアクローだ。ナルトゥークがさえずりの果てから追跡してる。手を貸そうか。お前もすっかりバヌークの一員だな。バヌーク族と過ごした時は無駄ではなかったようだな。ファイアーブレイク、シアンにヘファイストスか。どれも非常に興味深いな。つまりハデスが目覚めた信号でヘファイストスも目覚め、世界に解き放たれた。自我を持ったまま。どうやらそのようだな。ガイアの一部が覚醒したのだ。異常な状態でな。そして従順だった副次機能は我々の理解を超える反逆的な知能へと変化した。今分かっている限りではな。何であろうと奴らは今もお前の死を望んでいる。そう思想愛ってとこだな。間違いなくヘファイストスは消えてなどいない。強力で賢く意志も固い。また新たな狩人殺しを作るだろう。いずれ我々が奴を止めねばな。我々？または先に見つけた方が。狭間ではヘファイストス以外のこともいろいろ知ったんだ。例えば王の衆って奴らのこととかな。そこでやめておけ。お前を追ってきたバヌークと戦う前にも同じことを言ったのか？それは違うぞアロイ。お前だからこそわざわざ警告してやったのだ。私の過去と秘密は私だけのもの。そのことを忘れるな。お前は頭がいいんだろサイレンス。だったらその性格も直せるんじゃないか。いいな、この話はおしまいだ。まだ始まってもいないけどな。それじゃあまたどこかで。最後の最後でサイレンス出てきたね。最後までマジわからんやつよ。はい、ということでこれで終わりだね。ここら辺はメインのサブクエなんで、まあレベルがあと6足りなかったね。まあね、ホライゾーンはこれでDLC 一つしか出てなかったので、まあ、実際のところ本編は終わりかな。なんかこれで次、2が出ることがあれば、まあ、2出るからそれがいつ出るかわかんないけど、日焼けしてるみたいに肌が痛い。それが出た時にこのヘファイストスとかあの話が絡んでくるんじゃないかなと思います。だから本編だけしてたらヘファイストスの絡みがよく分かってない状況になってただろうしね。あとはサブクエしたり、そうだね。まあ、全く行けてないところ、ここら辺とかいろいろあるからね。こういうところに行ったりすれば、あ、やっぱイエローストーンこれだね。あるね。有名なやつ、ね、イエローストーンのね。この辺り、行けばっていうところなんだろうね。ここら辺は、あ、そっか。やっぱアメリカの舞台だったんだね。はい。
ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。これにて、僕のホライゾンゼロドンは終わりとなります。まあやるんだったらまたサブクエだろうけど、そこら辺はプライベートで楽しんでいこうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。結構長々となりましたが、まあ、世界観にね、没頭していただければと思います。まあ多分今だったら PS4 はかなり中古でも安くて買えると思いますんで、高難易度でやってみたりとか、いろいろ挑戦してもらえたらいいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回別のゲームでお会いしましょう。ほんじゃあまたねー。